この動画では字幕を表示してご視聴ください。 JR 九州全線走破の旅、前回までのあらすじ。スタートは鹿児島県の枕崎、熊本県を周遊制覇して、その後九州をキハ185系で横断、最後は筑豊本線笹栗線を攻略して、途中の新飯塚で1日目が終了した。2日目は新飯塚から旅を開始する。おはようございます。 JR 九州全線走破旅、2日目を新飯塚駅からスタートいたします。新飯塚駅、昨日の夜、そして今日ホテルから出た時もものすごい寒かったです。2日目に至ってはあれですね、ホテルから出るとき雪が降ってました。いやー、猛烈な寒さで、まあ、風もとにかくひどいということで、なるべくね、風の少ない屋内からの撮影をさせていただいております。ここ新飯塚駅から旅をスタートいたします。どれに乗り込むかっていうのはもう皆さん大体予想はつくかと思いますけれども、一応、新飯塚駅には筑豊本線、まあ、運転系統的には福北豊線、そして五島寺線、田川五島寺方面があるというところです。さあ、改札に入って、電車の、ね、出発を待ちたいと思います。それでは2日目、 JR 九州全線走破旅、よろしくお願いいたします。フリー切符で改札を通過、そしてもう一度通過。フリー切符なら何度でも通れます。ふざけてる場合ではないですね。2日目、最初に乗るのは五島寺線です。五島寺線の列車は3番乗り場から発車するようです。階段を降ります。さあ、こちらが2日目最初の列車です。五島寺線、新飯塚6時15分発、普通田川五島寺行きです。五島寺線の列車はローカル線のワンマン列車なので、運賃箱と運賃表示器があります。さあ、新飯塚を帝国で発車、次の停車駅は上三代です。田川五島寺線の途中の駅では後ろの車両のドアは開かないので、前の車両に移る必要があります。さあ、未明の五島寺線です。冬なので6時になっても日は昇ってきません。車内には誰もいません。私一人だけです。終点田川五島寺にあっさりと到着。これで五島寺線をクリアしました。到着した車両の先の線路はありません。到着した乗り場の反対ホームに停まっているのは北彦山線の田川板行きです。当駅から1駅だけ、小倉まで運転されない列車、乗る人はほぼゼロでしょうね。当然ながら田川板行きには乗車しません。それにしても寒い。なんと雪が降っています。風も強い。そんな中、次に乗る列車の前面を撮影。同じ列車で五島寺線を戻ります。田川五島寺6時41分発、普通新飯塚行きです。北彦山線の田川板行きが出発しました。一区間だけですが、気をつけて行ってらっしゃい。田川五島寺の滞在時間はわずか5分、足早に当駅を去ります。そして空が明るくなってきました。発車直後の未明の田川五島寺、いい景色。さあ、日が昇って新飯塚に到着する頃にはかなり空が明るくなってきました。さあ、終点の新飯塚に到着です。これで五島寺線の往復が完了。五島寺線を完全攻略しました。
さて、ご当地線を往復したら再び筑豊本線の攻略に戻ります。1日目のうちに春田から新飯塚まで攻略したので、当然新飯塚より北側を攻略します。能形方面の列車は1番乗り場から出発します。今見えているのは2番乗り場から博多方面に向かう列車です。7両編成の列車、朝なので福北豊線内で最長の列車が運行されています。そしてズームアップすると、先ほど乗車してきた後藤寺線の列車が能形方面へ発車していくのが見えます。能形にある車両基地まで回送するのでしょう。待つこと数分、目的の列車がやってきました。新飯塚7時15分発の能形行きです。この列車でまずは能形まで向かいます。1日目の動画では言いませんでしたが、筑豊本線は飯塚より北側が伏線となっています。とはいえ、この区間は伏線にしなければいけないほど列車が多いわけではありません。この区間が伏線となっているのは、かつてこの路線に多数の貨物列車が走行していたためです。さあ、非電化路線を走る青い炭鉱列車と行き違いました。あの列車は平成筑豊鉄道板線の列車です。板線と並走し始めたら、まもなく終点の能形に到着します。はい、終点の能形に到着です。今日は休日ダイヤで運行されているので、ここ能形で終点となりますが、平日は小倉まで直通しています。列車の扉が開いて能形で下車。能形の駅名標をバッチリ撮影。ここからは7時36分発の普通ワンマンオリオ行きに乗車します。列車は能形を発車。ポイントをいくつか通過するため、低速でそろそろと走ります。さあ、ポイントをいくつか通過してようやく加速を始めました。終点のオリオを目指します。能形から約20分、終点のオリオに間もなく到着します。終点のオリオでは現在、道路と線路を立体交差化させる高架化が実施されています。この列車は7番乗り場に到着するため、分岐器を左に分岐して新しく整備されたオリオトンネルを通ります。そして鹿児島本線をアンダーパス、オリオ駅の一番北側のホームに到着します。終点のオリオに到着。次の乗り換えは時間に余裕がないので急ぎます。こちらが新しくなったオリオ駅。次の列車は4番乗り場ですが、間に合うか。はい、快速列車に間に合いました。鹿児島本線で小倉に向かいます。無事に列車に乗って先頭まで移動してきました。オリオ駅を出てすぐ、終点の小倉までは貨物線と並走する福福線となっています。乗車した列車は快速列車、したがって途中の駅を華麗に通過していきます。気持ちいい。列車は最初の停車駅黒崎に到着。この駅はオリオ駅に並び特急列車も停車する鹿児島本線内でも主要な駅です。列車は順調に走行中。885系のソニックと相対。乗りたい。さあ、列車は西小倉を警戒信号で発車。超低速で終点の小倉に近づきます。そしてそのまま小倉駅ホームに進入。かなり慎重に駅ホームに入っていきます。小倉に無事到着。さあ、次の列車に乗り換えましょう。次の列車は保線橋を渡った先に停車中です。こちらが小倉駅構内の様子です。朝ですが人はかなり多いです。さあ、階段を降りるとすでに目的の列車がいました。次に乗車する列車は小倉8時21分発普通門司港行きです。
電車の前面を撮影しているうちに発車メロディーが流れ始めました。乗り遅れないように早く車内に入りましょう。ドアが閉まりました。小倉からさらに東へ進みます。さあ小倉駅を発車して鹿児島本線の線路と貨物線をアンダーパス。同じ方向の線路が3本並んだらしばらくして鹿児島本線の線路に合流します。小倉から門司の間では上下の線路が大きく離れます。右脇に見えるのは北九州貨物ターミナルです。今見えている赤色の電車が貨物の機関車ですね。列車は門司に到着。駅名表をバッチリ撮影。ここで鹿児島本線から山陽本線が分岐していきます。列車は門司を発車。この列車は門司港行きなので山陽本線方面には分岐せず、そのまま鹿児島本線を直進します。さあ列車は間もなく終点の門司港に到着します。特急列車と一般列車が2編成ずつ仲良く並んでいますね。鹿児島本線の起点門司港、とても広い構内を持つターミナルで、線路はここで行き止まりです。門司港に無事到着。駅名表をバッチリ撮影。そしてお約束の全面撮影。撮影が終了したら次の列車に乗り換えと行きたいところですが、急いで車両の後方へ向かいます。一体何をやっているのかというと、列車の連結作業をしていました。これは鉄道動画としてしっかり撮影しておかないといけませんね。乗ってきた列車の扉を閉め、安全を確保したらいざ連結。連結完了。いいものを見ることができました。屋根の作りがとてもレトロでエモい門司港、趣があって大変いいです。さあ次の列車に乗車するため発車ホームまで移動します。ここ門司港ではかつて本州と連絡する船と列車を乗り継いでいました。現在は鉄道、道路ともに橋やトンネルでつながっているため海を渡る必要はありません。ようこそレトロの町門司港だそうで、この駅はレトロが売りだそうです。さあ次に乗る電車のお目見えです。この赤い列車に乗車します。せっかくなので先頭まで移動しましょう。はい、こちらが次に乗車する列車、813系の五尊岩。門司港8時45分発快速の荒木行きです。というわけで乗車、乗る。車内も赤を基調とした内装となっています。さあ発車時刻になりまして、列車は門司港を発車。さらば門司港。短い時間でしたが思い出はしっかりと残りました。門司港からの快速列車の車内で完食。常備していた行動食ベースフード、時間が少ないので急いで食べる。ドン、食べきれました。ごちそうさまでした。門司で下車しました。快速の荒木行きをお見送り。荒木までは長丁場ですが、何事もないことを願いつつ、行ってらっしゃい。門司からは山陽本線が分岐しています。次に乗るのは山陽本線です。山陽本線、次の列車は2番乗り場から9時8分発です。さあ乗る列車がやってきました。こちらの列車に乗車します。前面の顔は明らかに211系そのものですが、パンタグラフを見るといろいろごちゃごちゃとたくさんの機器が載っています。
この列車は415系という交流電覚間と直流電覚間の両方を運転可能な列車です。列車は2番線から山陽本線に入ります。ポイントを通過しくねくねと点線して山陽本線に突入します。点線が完了したら高度を下げてトンネルに入っていきます。本州と九州地方をつなぐ海底トンネル、関門トンネルです。トンネルに入って数分後、地上に上がって本州に上陸しました。まもなく下関です。警戒信号で駅構内に突入したため時速25キロ以下でゆっくりと下関に進入します。さて今回は JR 九州全線走破する旅です。山陽本線は兵庫県の神戸から福岡県の門司までを結ぶ長大な路線ですが、そのうち JR 九州が管轄するのは関門トンネルがある下関から門司までです。下関に到着すれば山陽本線はクリアとなります。ちなみに鉄道で本州と九州地方を行き来できるのは関門トンネルの他にも新関門トンネルがあります。つまり新幹線で移動する方法ですね。今通過した関門トンネルは JR 九州が管理していますが、新関門トンネルは JR 西日本が管理しています。丹那トンネルは在来線新幹線ともに JR 東海が管理しているのに、関門トンネルは別々の会社が管理しています。ちょっと不思議ですね。列車は下関に到着。これで山陽本線を踏破しました。電光掲示板にもある通り5分後の9時20分発の小倉行きに乗車して小倉まで戻ります。 JR 西日本中国地方でよく見られる真っ黄色の列車です。今回の JR 九州旅では下関でしか見ることができないでしょう。さあ小倉行きの列車に入りまして下関および本州を去ります。先頭車両まで移動してきました。下関総合車両センターをオーバーパスしたら勾配を下って関門トンネルに再突入します。はい、関門トンネルを抜けました。編集をすると長いトンネルも一瞬ですね。列車は門司に到着。山陽本線往復完了です。そして小倉に戻ってきました。お世話になった車両を811系とともに記念撮影。乗り換えに時間があるので記念撮影します。特急列車かっこいい、乗りたい、でも乗れない。さあ次の列車を探して京城駅舎を歩きます。駅中はこのようにお弁当が売られています。またうどん屋さんもあり、速攻でお腹を満たすことも可能です。アニメ呪術廻戦のラッピングをした特急列車がやってきました。チャレンジ旅をしていた時はアニメと JR 九州がコラボしていたので、アニメのキャラクターを見る機会が多々ありました。さあ次に乗車する列車はこちらの列車です。気動車に乗車します。小倉10時ちょうど発、日田彦山線経由の添田行き普通列車です。液晶表示器誤って田川ご当地が表記されています。さあドアが閉まりました。小倉からまずは城野まで日豊本線を走行します。北九州の大ターミナル小倉に機動車の音が鳴り響きます。列車はほどなくして城野に到着。ここで日豊本線から日田彦山線が分岐します。この列車は日田彦山線に入るため城野駅の2番線に入線します。そして城野を発車。列車は分岐器をいくつか通過し、日豊本線が左手の方に分かれていきます。ここから日豊本線の攻略に入ります。
城野を出てしばらくすると北九州モノレールの車両基地が右手に見えます。そして C 公園に到着。北九州モノレールの菊ヶ丘に乗り換え可能な駅です。 C 公園を出ると沿線の風景はのどかな田園地帯になります。列車のガラスが曇っていて見にくいですが、良い景色なのは間違いありません。海野を出ると列車は峠越えのトンネルに突入します。トンネルを越えると列車は田川郡に入ります。まもなく田川後藤寺に到着します。進行方向左手に線路が合流してきました。平成筑豊鉄道の田川線です。そして田川伊田に到着。ここで平成筑豊鉄道の線路と平面交差し、双方で乗り換え可能となっています。田川伊田を出ると次は未明に一度訪れた田川後藤寺です。ここが日田彦山線の主要駅となっています。その田川後藤寺に無事到着。この駅で乗り換え可能な後藤寺線はすでに攻略済みです。よってこの列車で引き続き日田彦山線を南下します。田川後藤寺には列車がたくさん停泊しています。日田彦山線および後藤寺線の拠点駅であることが伺えますね。田川後藤寺から数分、この列車の終着駅添田に到着です。添田の駅名表をバッチリ撮影。お世話になった車両も遠くからですが撮影。さあ次の乗り換えは列車ではありません。この添田駅より南、終着の夜明けまでは豪雨災害によって不通となっているため代行バスに乗る必要があります。この代行バスは肥薩線の代行輸送と異なり、ぐるっと九州切符で乗車が可能です。早速乗りに行きます。さあこちらがその代行バスです。緑色のラインが入った綺麗なバスです。添田を11時30分に発車します。さあ代行バスが発車。添田駅の鉄道線を右手に見ながら通過していきます。こちらが普通区間の日田彦山線です。普通となり列車が通らなくなったため手入れがされておらず、草木が生い茂っています。また踏切の遮断管もなくなっています。バスは勧誘車彦山に到着。道の駅に入って乗降扱いを行うようです。そしてここが路線名の由来ともなっている彦山駅。ここで1名下車しました。さあ彦山を出ると次のバス停までが非常に長いです。ここからは道路での峠越えとなります。さてここでバスのルートを簡単に説明します。ここから先はまっすぐ筑前岩屋へ向かわず、国道500号線と国道211号線で小石原へ迂回します。県道52号線は日田彦山線に沿っていますが、悪路のためこの道は使いません。バスは険しい峠越えに挑みます。左脇を見ると雪が残っていました。九州でも雪は見ることができるんですね。ちなみに昨日は路面凍結で代行バスが運休になっていました。危なかった。今日気温が上がってくれてよかったです。下り坂に入りました。ここからが危険なので気をつけてほしいところ。そして見てください、実際に路面が凍結している箇所があります。これは危ない。スリップしてしまわないかヒヤヒヤします。さあバスは下山して小石原庁舎前に到着。降りる人はいませんでした。次の宝珠山庁舎前もかなり距離があります。国道211号線は 7% の下り坂、加えて路面が凍結しているのでかなり危ないです。代行バスが走る区間は豪雨災害で被害があったところです。ところどころで治水工事が行われています。宝珠山庁舎前に到着。ここでも降りる人はゼロ。次は筑前岩屋。
鉄道の駅があったところに向かいます。そして宝珠山交差点に来ました。ここを左折します。まっすぐ行くと大行寺駅がありますが、このバスは筑前岩屋を経由します。この交差点から県道52号線を北上して筑前岩屋へ向かいます。ちなみに添田駅から南下して筑前岩屋を通りつつ、夜明け日田方面に向かうバスは1日たったの2本しかありません。その他のバスは筑前岩屋へは迂回せず、そのまま大行寺へ向かってしまいます。バスは筑前岩屋に到着。これで筑前岩屋も通りました。筑前岩屋では数人乗車してきました。筑前岩屋を出ると大行寺に向かって来た道を戻ります。遠くに見えるアーチ橋、あれが日田彦山線です。宝珠山交差点に戻ってきました。ここを左折。大行寺はすぐそこにあります。乗降客ゼロでした。宝珠山に到着。ここからは代行バスになったことでバス停が多くなります。このバスはすべてのバス停に停まっていきます。目の前に見えるでかい高架橋、あれは九州横断自動車道です。さあ九州横断自動車道を過ぎると間もなく夜明けに到着です。12時51分定刻で無事夜明けに到着。これで日田彦山線制覇です。お世話になったバスをお見送りありがとう。さて近くの階段を上がると九大本線の夜明け駅です。夜明け駅の駅舎内はこんな感じ。大変趣があります。そして駅舎を出てホームはこんな感じ。二面三線に見えますが、一番奥は使われていません。久留米側から列車が先にやってきました。1両編成、3ドアの機動車、そして真っ赤な車体、違和感がすごい。さて夜明け駅の構造を見てみましょう。跨線橋を渡って2、3番ホームにやってきました。左手側が九大本線です。しっかり整備されています。そして反対側、草が生い茂っているのが日田彦山線の発着線です。日田彦山線の列車しか発着しないため、すでに使用停止となっています。使用停止となった信号機、撤去されず横向きになっています。次に乗る列車を待つ間に、何やら緑の特徴的な列車がやってきました。特急湯布院の森です。乗りたかった。もし日田彦山線が豪雨災害に見舞われていなかったら乗れたでしょう。さあようやく目的の列車がやってきました。夜明け13時23分発の普通久留米行きです。昨日は夜で何も見えなかった九大本線、今回は昼なので周りがよく見えます。とても美しい光景です。列車は浮羽に到着。ここで特急ユフと相対しました。さあ高い高架橋が見えてきました。九州新幹線です。列車は九州新幹線をアンダーパスし、鹿児島本線と合流。終点の久留米はもう間もなくです。終点の久留米には2番乗り場に到着。前回の動画で紹介した切り欠きのホームです。さあ久留米に到着し、たっぷりと時間があるので改札外の様子を撮影。ステンドグラスが設置されています。駅舎はレンガ調になっています。さあ次に乗車するのは九州新幹線です。遅れてやってきた桜号、米原での雪の影響で下り列車には遅れが生じていました。電光掲示板が見切れていて分かりにくいですが、約14分遅れのようです。さあ待つこと28分、目的の列車がやってきました。久留米14時42分発さくら558号新大阪行きです。これに乗車して博多を目指します。短い区間ですが指定席を購入しました。
2日目もとても良い天気です。列車は新鳥栖を越えて博多南付近を走行中です。さあ、まもなく博多に到着です。建物が一気に多くなりました。そして博多に到着。これで九州新幹線を完全制覇しました。階段を降りて次の路線に向かいましょう。博多駅には九州新幹線だけでなく山陽新幹線も乗り入れます。のぞみ、ひかり、こだまの表記が懐かしいです。さあ、新幹線改札口を出ます。改札を出るとこれでもかというぐらいの人人人です。博多駅から地下鉄に入ります。エスカレーターを下っていきます。次に乗るのは地下鉄。地下鉄はフリー切符区間の対象外なので新規で切符を購入する必要があります。姪の浜方面と福岡空港方面の2方向がありますが、どちらに乗車するでしょうか。まあ、さっきの切符の記載された値段でバレバレですけどね。さあ、目的の列車がやってきました。博多15時13分発の各駅停車筑前前原行きに乗車します。九州新幹線の次は筑肥線に向かいます。筑肥線は姪の浜から先なので福岡市営地下鉄空港線で姪の浜で移動します。姪の浜の手前で地上へと舞い戻ってきました。太陽の光が眩しいです。列車は姪の浜に到着。ここから筑前前原方面が JR の路線になります。列車は真ん中の2線をオーバーパスして右へ分岐していきました。左手に分かれていったのは地下鉄空港線の車庫線です。下大和から今宿まで海が見えます。とても綺麗。筑肥線にはホームドアが完備されています。音楽館製のホームドア。そのせいかドアチャイムは異様に壮大です。列車は筑肥線をのんびりと走行します。駅の手前では必ず注意信号が検知され、ゆっくりと駅に進入します。さあ、列車は2019年に新しく開業した糸島高校前に到着しました。そして終点の筑前前原に到着です。まだ筑肥線の途中駅ですが、この列車はここが終点となっています。筑前前原の駅名標をバッチリ撮影。さあ、さっき西唐津へ向かう列車が3番乗り場に見えたので階段を上り下りして3番乗り場へと向かいます。階段を降りた先に待っているのはなんと103系です。さあ、列車の扉が閉まりました。103系にホームドアとは違和感抜群です。103系の走行区間の沿線風景は建物が少ないのどかな風景です。103系の走行音と大変マッチしています。筑前深江を越えるとまた海が見えていきます。夕日と海のセット、感動して涙が出そうです。いつまでもこのセットを見ていたい、そんな気持ちにさせられます。美しい、なんて美しいんだ筑肥線。さあ、松林の区間に入りました。右手に見えるのは虹の松原です。列車は虹の松原に到着です。さあ、大きな川を渡ります。こちらは松浦川です。そして渡田駅に到着です。ホームの向こう側にはまたもう一つ高架橋が見えます。その高架橋の線路と合流しました。左側の線路は今乗っている電車が走っている右側の線路とは違い、電化されていません。そして唐津に到着です。この唐津では唐津線が乗り入れており、この列車は唐津線の西唐津まで直通します。列車はここで12分停車。対向でやってきたのは快速の福岡空港行きです。筑肥線の快速乗ってみたかった。さあ、列車は終点の西唐津に到着です。これで唐津線の北端を踏破しました。
西唐津は終点にもかかわらず無人駅です。西唐津に到着したら同じ列車で唐津に戻ります。西唐津到着から4分後、17時11分発です。西唐津には車庫が併設されています。車庫には列車がたくさん停車しています。さあ車庫に見とれていないで筑前前原行きの列車に乗り込みましょう。所要時間3分、唐津駅に帰還しました。ここで唐津線の唐津より南の区間に直通する列車に乗り換えます。階段を下って電光掲示板にもある通り伊万里行きの列車に乗車します。さあこちらがその伊万里行きの列車です。黄色い炭鉱列車です。唐津17時32分発の普通列車です。さあ列車は唐津を発車、右側の非電化区間を走行します。そして筑肥線の和多田を横目に見つつ筑肥線と一旦お別れします。鬼塚付近の進行方向左側の様子です。水面が鏡のようになっています。さあ列車は山本に到着。ここで再び唐津線と筑肥線が分岐します。列車は山本を発車、伏線のように見えますが左側の線路が筑肥線、右側の線路が唐津線です。列車は本牟田を通過、唐津線側の線路には駅のホームがありますが筑肥線側にはホームがありません。ホームを作れば乗り換えが楽になるのにとつくづく思います。さあ列車は唐津線を右手に見送って勾配を上がっていきます。そして分かりにくいですが筑肥線をオーバーパスします。さあここでベースフードを食べます。ココナッツ味のクッキーとメープル味のパン、実食ドン。はい、ごちそうさまでした。筑肥線の時刻表です。列車の本数が非常に少ないのがわかります。さあ辺りは完全に夜になってしまいました。まもなく終点の伊万里に到着します。伊万里に到着です。これで筑肥線は完全制覇です。伊万里の改札の外に出てみました。木にイルミネーションが施されています。歩道橋の上にもイルミネーションがあります。さあ同じ列車で来た道を戻ります。伊万里18時56分発の普通西唐津行きです。伊万里を発車、40分もかけて同じ道を戻ります。忍耐。列車は途中大川野で行き違いの待ち合わせを行います。対向列車を待ちます。画面には映っていませんが対向列車が来ました。山本方面に向かって走り始めます。さあ唐津線を再びオーバーパス、そして合流しました。本牟田またしても通過します。さあ山本に戻ってきました。次の唐津線への乗り換えはわずか1分、乗り換えできるか。乗り換え成功です。山本19時37分発の佐賀行きです。そして今度こそ本牟田停車、やっと訪れることができました。さあ辺りは真っ暗で何も見えません。まもなく久保田に到着。進行方向右側、闇を切り裂くように特急列車が通過していくのが見えました。そして久保田に到着。これで唐津線制覇です。お世話になった列車をお見送りします。
久保田の駅名表をバッチリ撮影。ここ久保田が長崎本線と唐津線の分岐駅です。次の列車は1番線からの発車です。跨線橋を上り下りします。列車はまだ来ていません。現在時刻は20時30分。次の列車は20時34分発です。闇夜から列車がやってきました。長崎方面の列車です。普通列車のハイキー機に乗車します。そして肥前山口で下車しました。ここで乗り換えます。ここでも跨線橋を上り下りします。さあ列車がやってきました。次に乗車するのは特急かもめ41号です。肥前山口を無事に発車。次の停車駅は肥前鹿島です。とここでまさかの熟睡。疲れて眠ってしまいました。眠っている間に諫早を通過、そして喜津から長崎本線の新線を通っていきます。爆睡して気がついたら浦上、あと一駅で長崎に到着です。そして長崎に到着です。ここで長崎本線は行き止まりとなります。さあ爆睡して足取りが重いですが、とりあえず列車から下車します。こちらが長崎駅。最近高架化されたので駅構内がめちゃくちゃ綺麗です。駅名標をバッチリ撮影。一旦階段を降りましょう。こちらがホーム下のコンコースです。めちゃくちゃ広々としています。長崎新幹線の広告看板も掲げられていました。肥前山口から新鳥栖までのルートは決まっていませんが、この看板では佐賀を通るルートになっています。これを見ても JR 九州がどのルートを通るのを理想としているのかよくわかります。改札の外の様子はこんな感じ。相変わらずファミリーマートが目立ちます。そして将来長崎新幹線が通る場所は仮設構造となっています。さあ再び改札を通って列車に乗りに行きましょう。電光掲示板を見るとすでに乗る予定の列車の案内がされています。エスカレーターを上がりましょう。 YC1 かっこいいロゴが貼り付けられています。この Y と C は優しくて力持ちの略だそうです。 Y とか C とかアルファベットを使ってるのに語源は英語ではないんですね。さあ次に乗る列車はこちら。長崎22時34分発普通長与経由の竹松行きです。この列車が竹松行きの最終列車になります。 YC1 系は行き先表示器がめちゃくちゃ大きいのが特徴的です。日本語、英語だけでなく中国語や韓国語表記にも対応しています。さあ長崎を発車。乗客を拾うため一旦停止しました。優しいですね。列車は改めて長与に向けて出発します。夜ではありますが長崎の街並みが立体的なのがよくわかります。さあ列車は浦上に到着。ここから列車は特急や快速が通過するルートから外れていきます。北線を走っているように見えますが、ここは総丹線区間です。今走っている左側の線路が旧線の長与経由、右側の線路はさっき走ってきた一布経由となります。そして列車は長与に到着。長与を通っていることがこれで証明されました。さあ諫早に着くまでの間に間食を食べましょう。ヨーグルトいただきます。どんごちそうさまでした。列車は喜津に到着しました。これで長崎本線の急線区間を制覇しました。
まだまだこの列車に乗り続けます。さあ、列車は往路の時には撮影できなかった諫早に到着します。ここで長崎本線と旧長崎本線の大村線が分岐していきます。ご乗車ありがとうございました。列車は諫早に到着。ここから一旦長崎本線から離れます。そして今日2日目の目的地、大村に到着です。終点の竹松にホテルがなかったため、手前の大村で下車します。手前の大村でも3日目の行程には問題ありません。お世話になった列車をお見送りありがとうございました。というわけで、 JR 九州全線走破の旅2日目は大村で終了です。この動画が良かったと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。そして良いお年を。バイバイ。